す。モンタージュ効果っていうのがあるんですけどもご存知ですかねモンタージュ効果っていうのは映画の編集の技術に用いられる技法なんですけども例えばまず最初のシーンで死んだ鳥をガーッと映すんですよその後そのシーンが終わってすぐに無表情な男性の顔これをね映すんですよそうするとお客さんっていうのはその無表情な男性の顔の中に 悲しんでるんだ。鳥が死んでることをなんだか後悔してるんだっていうふうに感じるってことなんですよね。でも前半の鳥が死んだシーンを取っ払って美味しそうなホットケーキこれを写した後に無表情な男性の顔を写すとその男性はお客さんから見てあお腹が空いてるから食べようと思ってるなそうやって考えてるんだなっていうふうに受け取るんですよね。つまりこの編集の技術っていうのは そのシーンとそのシーンをどう組み合わせるかによって、お客さんが感じるものってだいぶ変わってくるんですよね。まあ、これを、もしね、えー、先ほどの馬の命乞いに当てはめるとすると、これから、屠殺場に向かうね、馬とか牛、これを無理やり引っ張っていく飼い主がいるとしますよね。そのシーンを見ると、視聴者っていうのは、あ、これから屠殺場に行く、だからこの馬は抵抗してるんだなっていうふうに見えちゃうんですよ。でもどうですかね、逆にですよ。 うんもしかして他の馬がいるでその馬とつがいにさそうという。 そんなねメッセージを前のシーンで組み入れといて「じゃあうまいよこっちへ来い」って言ったら「好みじゃないから嫌だよ嫌だよ」っていう風になってるように見えるかもしれませんしもしかしたら美味しそうな牧草がいっぱい茂ってるねそのシーンを見せた後にこう引っ張ってる馬のシーン土下座してるように見える馬のシーンをやると僕は牧草が食べたいのにあっちの方に連れていかないで連れていかないでこっちの牧草が食べたいんだっていう風に訴えかけてるように見えるのかもしれませんね。 まあでもここまでね、言わなくても、あの、やっぱり、私も屠殺場にね、何回か行って、まあ、あの、牛の最後の断末魔を見たり聞いたりした経験がスーパーの時にあったわけですけども、確かにね、まあ、そんな理屈があったとしても、目の前でこれから、まあ、屠殺されてしまうというね、牛の最後の表情っていうのは、あ,あこれから死んでいくんだ、悲しいな、っていう風にしか見えないんですよ。ただ、馬が、 誰か人間か誰かが土下座するところをね、見た経験があるのかっていうことと、それに人間としてのしきたりとして、許しを請うっていう、そんなね、そこに込められた意味を感じ取ることができるのかなって考えると、馬にはそこまで知能がないんじゃないかなと思うんですよ。でももしかしたらね、どんな生物も最後に命を惜しむときって、同じ格好になるかもしれないですね。これは本能的に。 うん、だから人間が土下座をすると土下座をされた方は許してやろうかなみたいな心理状態になっていくのかもしれないですね。まあ、だから吉谷さんの動画一つを撮ってみてもいろいろ受け取り方によって学びがあるなってことなんですよ。ね。そうでない限りはそうそう埋まってね最後分かるんだよ。人間がこれから殺そうとしていることが分かるから「助けてください助けてください!」っていうふうに人間にメッセージを送るんだよみたいなことがあるのかもしれませんね。うん でも実際馬がそこまで人間の意思を汲み取ってるんだったら普段かからそういういい態度を取っっててるんじゃないかなって気がしますだって馬の背中に人間がね乗って走れ走れっていうのは嫌じゃないですかそれは <laughs> どうなんでしょうかね本当はねまあ今日はモンタージュ公開についてお話ししました